メルモードフォトンチェンジ、俺のターン、はい、まずは俺はテオだからマジックカードトレードインを発動。トレードインの効果によりギャラクシーアイズフォトンドラゴンを墓地に置いてカードを2枚ドローするぜ。ピロンピロン、なるほど。そして俺はテオだからマジックカード増援を発動。増援の効果によりデッキからレベル4以下の戦速モンスター相手というのに加えさせてもらう。これによってテオダに加えさせてもらうのはもちろんフォトンバニッシャー、リンクスミン歓喜。うわフォトンバニッシャーだ、俺も知ってるぞ。するかあ、しないこれ俺そこそこすると思ってたんだよ。ギャラクシーアイズ使ってない側からすると、そのスキル以外は相手デッキ全部同じカードに見れるんです。ああそうなあそうなマジ。とりあえず俺はそして、マジックカードフォトンサンクチュアリを発動。フォトンサンクチュアリの効果により、攻撃力が2000とかいう最強のトークンを、守備表示でピロンピロンと特殊化する。そして2体でリンク召喚。召喚条件は攻撃力が、2000以上のモンスターを含む光特性モンスター2体現れよ。ギャラクシーアイズソルクレアドラゴン、ソルクレアドラゴンリンク召喚成功時効果発動。墓地のギャラクシーアイズフォトンドラゴンを回収。そして、フォトンオービタルを召喚。そして、フォトンオービタルがに存在し、こいつがフォトンモンスターなのでテオだからフォトンバニッシャーを特殊召喚。そしてフォトンバニッシャー特殊召喚成功時効果発動。フォトンバニッシャーの効果によりテオだけにギャラクシーアイズフォトンドラゴンを加えさせてもらうぜ。なるほど、これでスキルを発動するのか。スキルを発動するの。そしてスキルを発動嘘嘘嘘嘘、発動しない別に別に発動しないです。フォトンバニッシャーとフォトンオービタル2体のモンスターでエクシーズ召喚。召喚条件はレベル4モンスター2体現れよ。飛行竜フォトンブラストドラゴン、フォトンブラストドラゴンエクシーズ召喚成功時効果発動。テオだからフォトンモンスター1体を特殊召喚。闇に輝く銀河よ、希望の光となりて我がしもべに宿れ。光の化身ここに降臨。現れよギャラクシーアイズフォトンドラゴン。懺悔の用意はできているか。できてないです無理ですそして、自分のフィールド上にレベル5以上のフォトンまたはギャラクシーモンスターが存在する場合、このカードが発動できる。ギャラクシーエクスペディション、ギャラクシーエクスペディションの効果発動。この効果によって敵からレベル5以上のフォトンモンスターまたはギャラクシーモンスター1体を守備表示で特殊召喚する。俺はデッキからギャラクシーアイズアフターグロードラゴンを特殊召喚。そしてレベル8のモンスターが2体来るぞお魚オーバーレイエクシーズ召喚。ナンバー90ギャラクシーアイズフォトンロード。よーし最強だ。これで俺はターンを終了するぜ。まあこの場面簡単に言うと全員がコキュートス全員コキュートス、はい、ここ全員コキュートス、モンスター効果無効破壊、なんか特殊化したモンスター一体破壊最強。なるほどドロー。じゃあ3体メインいいだろう。サイバーバックワールド発動。なつえ発動時の効果処理として出たそのテキスト出たそのテキスト。そのテキスト大体強い。同盟カードが自分の墓地に存在しないサイバーバックモンスターってやってくれない。そのテキストさ大体最強だよねマジで。サイバーバックハロー、はい、マジシャンズサルベーションしかりなんか演武天気しかりなんか発動時の効果処理でなんかするカード大体全部強い鉄を提唱したい俺は。ではサイバーバックカードの発動墓地に捨ててデッキからサイバーバックモンスターサイバーバックキメラマストカウンター決めてやるからなマジで。手札に加えてキメラいいだろう。サイバーダーク黒の効果発動。デッキからサイバーダーク魔法トラップ。それもしょうがない。いいだろう。いいだろう。ルール上、サイバーダークカードとしても扱うサイバーネティックトライズの手伝いに変えます。なんでだよ。なんでだよ。で、その発動。サイバーダークキメラを、発動時の効果処理として、あ、違う。あ、違う、間違えた。コストとして、発動時の効果処理。はい。まず手札をデッキからそれぞれ1体ずつドラゴン族か海賊のサイバーダークモンスターを墓地に送って発動します。いいだろう。手札からサイバーダークキメラとデッキからじゃあサイバーペルス墓地によってデッキからドラゴン族か機械族のサイバーモンスター1点を手札に加えて、その後エクサレデッキから機械族のサイバー融合モンスター1点を墓地に置く。サイバーダークキメラ、サイバーエンドドラゴン、それ以降墓地に送られたサイバードラゴンキメラとヘルツの効果がそれぞれ発動。ヘルツの効果でデッキからサイバードラゴンを手札に加えて、キメラの効果で同盟カードが墓地に存在しないサイバーダークモンスター一体を墓地にすることができます。サイバーダークヒールが墓地に送って、機械族いますか？機械族は、いません。ドラゴン、戦士、ドラゴンです。なぁ。解釈してるな。変わるか。俺にテックジーナスの時の悪夢を思い出させるんじゃない。いや、サイバーダークワールドの2つ目の効果そう。いいだろう。一社に一度っていうだからサイバーダックモンスターという召喚します。いや、それ効果多すぎだね、その永続魔法マジで。キメラの効果、の効果、どうですか。手札から魔法トラップを1枚捨てて発動。デッキからパワーボンドを加えて、このカードの効果でパワーボンドを加えると、このターン自分はドラゴン族、機械族のサイバーモンスターしか融合素材にできず、自分が融合召喚する場合に一度だけ自由星のモンスターを除外して融合素材とすることができます。無理。ナンバーズ90、ギャラクシーアイズ。フォトンロードの効果を発動。フォトンロードの効果により、素材を一つ切って、効果を発動。そのモンスターの効果を無効にし、そして、切ったモンスターがギャラクシーカードだった場合、そのモンスターを破壊することができる。そして、アフターグロードラゴンが、エクシーズモンスターの素材として、墓地に送られた場合、効果を発動するって。はい。デッキから、また手札またはデッキからギャラクシーアイズフォトンドラゴンを1体選び特殊召喚できる。闇に輝く銀河がどうのこうの。現れよギャラクシーアイズフォトンドラゴン。あと1回破壊するでしょ。あと1回モンスターを破壊させてもらうぜ。特殊召喚に成功したモンスターをな。サイバードラゴンネクステを召喚。そしたら守備力が2200のサイバードラゴンので2体でリンク、2体でリンクユニオンキャリア、ユニオンキャリアのカードをして敵からじゃあ機械族を装備します。装備するのはこうはなんとかオーバーロードフュージョン発動。オーバーロードフュージョン、闇属性機械族の融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターをフィールド墓地から除去して融合召喚。サイバーダークモンスター5体。サイバーダークモンスター5体。外国流サイバーダークネスドロー。マジえ、召喚成功時の効果。マジ墓地からドラゴン族モンスターの機械族モンスター1体を装備カード扱いとしてこのモンスターカードに装備する。サイバーダークワールドがあると、相手の墓地のモンスターも装備することで。まずい。なんもしねえ、俺は。俺はなんもしねえ。なんもしない。サイバーダークネスドラゴンの効果で、墓地から、サイバーエンドドラゴンを装備し、サイバーエンドドラゴンを装備した、自分のレベル10以下のサイバーダーク融合モンスター1点をリリースして、このカードは、エクストラデッキから特召喚。サイバーダークエンドドラゴン。まず、このカードは相手が発動した効果を受けません。おい、強えな、おい。で、1ターンに一度、自分相手の墓地のモンスター1体選んで、このカードに装備。やばい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 。このカードは、このカードの装備カードの数だけ、一部のバトルフェイル。やばい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 。で、毎ターン攻撃できる回数が増えている。やばい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 。死ぬ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 。メインフェイズ終了時。はい。ギャラクシーアイズソルフレアドラゴンの効果発動メインフェイズ終了時。ギャラクシーアイズフォトンドラゴンを墓地に送って、対象は、ユニオンキャリア。それしか発動する、こう破壊するもんねえわ。ユニオンキャリアを1体写真に取り、そのカードを破壊させてもらうぜ。別に破壊しなくても自爆特攻しますよ。いいな、もうくだがれ、もう。いいから。じゃあ、墓地に送っとくこと大事なんだよ。ギャラクシーアイズ。メインフェーズ戻ります。メインフェーズ戻る。はい。じゃあ、墓地の効果とか発動します。墓地の攻守が同じ機械属モンスター1体を対象として、そのモンスターを守備表示に特徴化します。なるほど。外国流、サイバーダークネスドラゴン。それ戻ってくんのやばっ。召喚成功時の効果発動。じゃあ、墓地のサイバーエンドドラゴンを装備。それ戻ってくんの知らねえし、マジで。知らねえよ。めちゃめちゃ強いですよ、これは。多分、こいつをリリース。リリース同じ条件で、2回目のサイバーダークネスドラゴンを特徴化。やばいの来た。やばいよ来た。相手の墓地のギャラクシーアイズをここに装備したいです。マジでさ、返してよ俺のギャラクシーアイズ。おかしいよ。人のもんパクリしすぎだよ、あの人。じゃあ、バトルフェイス。やばいやばい。でも一応1回ずつだね、攻撃は。まだ、そいつは。1回ずつです、1回。ああ、オッケー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 。いいだろう。じゃあ、こいつ打点上がる効果あんのちなみに。もともとこっちのままですよ、これは。ああ、オッケー。まあ、上がるやしないのね、オッケー。8000くらいあってるかと思った。バトルフェイス。はい。ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンに攻撃。ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンの効果を発動。このカードと戦闘を行う。バトルステップ。相手モンスター1体対象に、その相手モンスターとフィールドのこのカードをゲームから除外する。逃げろギャラクシーアイズ、フォトンドラゴン。相手が発動した効果を受けないと。して黙れ。クソが。クソが。巻き戻って、じゃあ、これに。メインデッキ側のエクシーズモンスター。これに攻撃。メインデッキ側のエクシーズモンスターに攻撃。これ。本当にこれでいいんだね。俺じゃなくて。本当にそれでいいですよ。だってこいつら発動した効果は受けないですと思う。くっそ。で、じゃあもう一体でエクシーズモンスターに攻撃。くっそ。盤面が掃除されてしまった。そんなバカな。じゃあ、そんなバカな。まあ何もできないんで、まあエンド。オッケー。バトルフェイス終了時、ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンはフィールドに舞い戻るぜ。蘇る。ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴン、ドロー。このカード名の効果は、デュエル中に一度しか使用できない。自分のドローフェイスに通常のドローをしたこのカードを公開し続けることで、そのターンのメインフェイス1の開始時に発動できるぜ。俺はメインフェイス1の開始時、ランクアップマジック、ザ・セブンスワンを発動。セブンスワンの効果により、カオスナンバーズ以外のナンバーズ101からナンバーズ107のいずれかのカード名を含むモンスター1体を自分のエクストラデッキ、墓地から選んで特殊召喚し、そのモンスターと同じナンバーズの数字を持つカオスナンバーズモンスター1体を、そのモンスターの上に重ねてエクシー召喚扱いとして、エクストラデッキから特殊召喚するカオスナンバーズ107。混沌より生まれし、バリアンの力、ナンバーズに借りて、新たな混沌を生み出さん。坂巻銀河を貫いて、時の生ずる前より蘇れ。永遠を超える竜の星、カオスナンバーズ107、ネオギャラクシーアイズ、タキオンドラゴン。こいつの素材に俺はギャラクシーアイズ、タキオンドラゴン過去20シークレットを選択するぜ。いけこのカードがナンバーズ107、ギャラクシーアイズ、タキオンドラゴンを素材にしている場合、このカード以外の自分のフィールドのモンスター2体をリリース。俺はこの2体をフルリリースするぜ。リリースすることによって、このモンスターは一度のバトルフェイズ中に3回までモンスターに攻撃をすることができる。ちなみにこいつの攻撃力は4500しかない。お前のモンスターの攻撃力は5000。このままでは削れない。しかし俺はバトルフェイズに移行する。バトルフェイズ、カオスナンバーズ107、ネオギャラクシーアイズ、タキオンドラゴンの攻撃、アルティメットタキオンスパイラル1連打目。クリボール大丈夫ですか？クリボール大丈夫ですか？どうしようかな、どうしよう。クリボール大丈夫ですか？攻撃宣言時。怖い、怖い。ダメージステップまで自分よろしいですか？自分ダメージしていいですか？あ、はい、どうぞ。手札より速攻魔法、コンセントレート発動。コンセントレートの効果により、ネオギャラクシーアイズ、タキオンドラゴンの攻撃力は守備力分アップし、このカードの攻撃力は7500となる。1回目、アルティメットタキオンスパイラル。そして2連打目。うおー超耐性のモンスターが。しゃあ、5000なんていうモンスター上から超えればいいだけよ。そして、メイン2入ります。ちょっと殺しきれませんでした。本当に申し訳ございません。カイトさん。懺悔の用意はできてます。手札よりマジックカード、ギャラクシートランサーを発動。対象、墓地のギャラクシーアイズ、フォトンドラゴン。このモンスターを対象に取る。このモンスターを蘇生しながら、このモンスターと同じレベルのモンスターをデッキから特殊召喚できるぜ。ギャラクシーアイズ、フォトンドラゴンと同じレベルのギャラクシーアイズ、アフターグロードラゴンを再び特殊召喚。そして俺は2体のモンスターでオーバーレネットワークを構築。エクシーズ召喚、我が記憶に眠る2つの希望、その希望を隔てし闇の大河を貫き、今その力が1つとなる。エクシーズ召喚、現れろナンバーズ38、希望回遊タイタニックギャラクシー。うおー、かっけー。なんてかっこいい盤面なんだ。これで俺はターンを終了するぜ。セブンスマンはもう公開は終了した。ちなみに俺の手札は0枚。さあお前のターンだ。何が起きてるか説明しましょうか。まずネオギャラクシーアイズタキオンドラゴンくんが降臨しています。これは、はい、かっこいい以上、4500かっこいい以上で希望回路タイタニックギャラクシーくんは、一旦一度魔法カードが発動した場合、そのカードを無効にしながらこいつの素材にするっていう行動です。はいはい、で攻撃相手がモンスター攻撃してくる場合は攻撃誘導効果みたいなで、自分のフィールドのエクシーズモンスターが戦闘効果で破壊された場合、自分のフィールドのエクシーズモンスター1体を対象に、対象のモンスターの攻撃力を破壊されたモンスターの元々の攻撃力分アップする。つまりこいつが破壊された場合、こいつの打点がアップしたりするぜ。大丈夫、あのデッキは融合を止めれば何もできんって言ってたおばあちゃんがおばあちゃんが融合を止めれば何もできんって言ってた。いやちょっとな、結構強いカード引いたけど魔法カードなんだよなやはりな、あのデッキは魔法カードしか使えねえ。魔法カードを一旦一度止めれば行くしかないな。何、とりあえず今自分フィールドにモンスターが存在する、相手フィールドにモンスターが存在する場合はサイバードラゴン特召喚にいいでしょう。それはいいでしょう。それは特に止められません。祝儀表示いいでしょう。エターナルサイバー発動。ステークは何枚ですか？これ含めて3枚でした。3枚エターナルサイバーの効果は何ですか？2つありまして、1個目は、墓地の機械族のサイバー融合モンスターという対象として、そのモンスターをエクストラデッキに戻すか、召喚条件を無視して特召喚します。で、2個目は、自分フィールドの機械族のサイバー融合モンスターが戦闘効果で破壊される場合、代わりに墓地のこのカードを除外できます。両方とも使えます？その一旦で。一旦でどっちも使えました。考えますね。考えますね。一回考えますね。墓地から5000パンチマンが飛んでくる可能性がある。無理無理無効、希望海流タイタニックギャラクシーの効果発動。相手が一旦に一度魔法カードの効果をフィールドで発動した時、その発動を無効にし、そのカードをこのカードの下に重ねてエクシーストアにできる。なるほど、素材になっちゃうのか。お前のそのカードは俺の素材にさせてもらうぜ。なんかちょっとトークンを入れておくぜ。破壊耐性はなくなってしまう。破壊耐性なんていうものは存在しない。貴様のフィールドにこっち何があるんだ。俺様のタイタニックギャラクシーの前にヒレクスがいいが懺悔の用意はできているか。無理。懺悔懺悔懺悔オーバーロードフュージョン発動。何何バンバンからドラゴンと機械族が12やばいやばいやばいことしようとしてる。やばいことしようとしてる。やばい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 ことしようとしてる。キメラテッキやばい。オーバードローまずい。ちなみにそいつの効果はどんな効果をしているんだ。このカードが融合召喚に成功した場合、このカード以外の自分フィールドのカードを全て墓地に送りました。そんなことはどうでもいい。そんな効果はどうでもいいんだよ。でこのカードの元々の攻撃力守備力はこのカードの融合素材としたモンスターの数かける800インで、今素材にしたのが8枚っつった。つまり攻撃力は640640 640だな。6400はやばい。そしてモンスターに8連打。いや余計だろもういいだろ、もう勘弁してくれ。じゃあバトルフィール。いいだろう。タイタニックギャラクシーに攻撃。うわシンプルに封鎖されます。俺のナイフは残り2600。じゃあタイタンじゃないか。6400で、じゃあそのなんか4500円。うわネオギャラクシーくそ。俺1900のダメージを受けて、俺のライフはなんと残り700。ゼアルライフだ。ゼアルライフ終了。手札は何枚だ。ゼロ。手札はゼロ。俺の手札もゼロ。こっからはデッキトップ勝負といこうじゃねえか。6400をこうすればいいんだな。任せろ。いくぜ。シャックル下から1枚ドローさせてもらうぜ。うおードロー終わったー換すらできない墓地交換も特にないんでねあいやー素晴らしいな。やっぱりね6400がロマンだね。